3月22日、ピョンチャン冬季五輪スピードスケート女子500メートルで8位に入賞した郷亜里砂選手が愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。郷選手は、オリンピックでは県の方々からたくさんの応援をいただいたおかげで滑り切ることができた。県の方々の温かさを感じることができ、感謝の気持ちでいっぱいだ、と述べました。これに対して中村知事は、ぜひこれからも頑張って愛媛の子どもたちに夢を与え、また次の世代も育ててほしい、と述べ、笑顔の愛媛文化スポーツ賞を授与しました。